どうも才能の塊金藤です。合格ですね。おお100% 合格です。ありがとうございます。ほとんどの営業マンとかに就活生がしがちなんですけど、最初のところで聞かないっていう。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は、キーエンスの合格者の方の面接の動画なんですけども、我々の10代のところのサービスの方にも受かった人の面接を公開しているというコーナーがあるんですけども、そちらを今回キーエンスバージョンにさせていただけたらなと思っています。で、今回元キーエンスの、アイミスチャンネルの金藤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。どうも才能の塊金藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回面接会をしていただくのは、ちょっと迫力のある新田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最強面接官の新田です。今日は怖いという字を書きます。ありがとうございます。怖いということで、今回はキーエンスの面接なんですけども、珍しい面接が説得面接というものなんですが、面接官を説得してくださいというような形でちょっと変わった面接なので、ぜひちょっと金藤さんの面接を楽しみに最後まで見ていただけたらなと思ってます。はい、ではこれから面接を始めます。まず自己紹介をお願いいたします。はい、金藤亮也と申します。大阪大学からやってまいりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速お題を出させていただいていいですか。よろしくお願いします。はい、私ですね、実はゴルフがあまり好きではないんですけれど、意外ですね。ただ周りからはやはり経営者の方々からゴルフに行こうと誘われてしまって、はい、どう返事をしたものかと考えてしまうんですけども、はい、このゴルフ以来の私を3分間でゴルフ好きにさせていただいていいでしょうか。承知しました。お願いします。ありがとうございます。ゴルフなんですけど、やったことはまずあるんですか。人生で2回か3回ぐらいしかないですね。あ、経験した上で嫌いやなと思ったってことですか。はい。あ、それ背景とかお聞かせ願ってもいいですか。そうですね、そもそもコースに出る経験があまりにないものですから、はい、1回あたりの打数というんでしょうか、はい、非常に打ってしまいまして、はい、パー3、パー4のホールで10打ぐらい打ってしまうと、はいはい、となると同行した方に大変迷惑がかかってしまうというところで、非常に気を苦慮してしまいまして、はい、それから以降は苦手意識が強くなってきているという状況です。その失敗体験というか、これ1個があったからちょっと迷惑かけちゃうなみたいなことですか。そうですね、もう1個どころか毎回そんな状況だったものですから、はい、その気持ちはめっちゃ分かりますね。なんか迷惑かけちゃった、しかも同じ経営者にっていうところがあるとちょっと苦手意識見られますもんね。そうですね。ただなんかその一緒に回られる前に打ちっぱなしとかって行かれたりしてました。あ、打ちっぱなしはよく行ってました。大学時代にゴルフサークルに入ってたものですから、もうゴルフのサークルに入っていまして、ゴルフサークルに入ってたのに週3ぐらいの頻度で練習をしていました。それなぜうまくならなかったんですか。友達との会話が楽しくてですね。練習には顔を出していたんですが、はい、結局あまり打っていなかったという反省していると思います。もうテニスサークルと同じ原理みたいな。まさにそのような、ただ美女が多かったということで。本当にテニスサークルと同じ原理ですね。じゃあもう上手くなるかどうかだけが今回のなんか問題点というか。になってくるかもしれない。確かに、ね、確かに上手くなれば周りに迷惑をかけることはないかもしれないですね。そうですよね。はい、おそらくもう新田さんのご経歴等々拝見すると、ゴルフでつながれる人脈とかの重要性とかってもうお気づきかなと思うんですよ。ああ、だからよくね、世間ではそういう話を聞くんですが、私自身あまり経験がないもので、今あまりイメージが湧かないところがあります。あ、そうなんですか。はい、そもそもゴルフサークルに入ったのは何でやったんですか。美女が多かったから。美女が多かったから。確かに。そこはじゃあ別なんですね。そうです。あ、じゃあゴルフが上手くなって、ここで役に立つっていうところのイメージはまだ湧いてないっていうイメージですか。まだ湧いてないのが正直なところですね。で、僕もあんましないんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、ゴルフでだけで仕事取ってる人とかもいて、その方たちからよく聞くのは、ゴルフで仕事を取ろうとするやつは取れないみたいな。シンプルにゴルフを紳士のスポーツとして楽しんでたら、そこで仲間ができて、その仲間自体が経営者が多いんですよ。ああ、なるほど。じゃあそこで仕事が知らないうちにつながってましたみたいなのを聞くんですよね。その成功体験がなくても、それがもし実現できるならすごく魅力的ではないですか。ああ、なるほど。じゃあ周りがその、ね、スコアにあまり気にしないのであれば、はい、その交流に重点を置いて考えていただけるんだったら、それは確かにいいかもしれない。そうですよね。はい、じゃあ最後、問題点は1個だけですね。うまくなる。ここだけなんですよ。なるほど。でも、僕もあんまやったことなくて、下手なんですよ。あ、そうなんですね。だから、一緒に行きましょう。打ちっぱ。で、一人めちゃくちゃうまいやついるんですよ。60キロぐらいの。じゃあ70キロぐらいか。そいつ呼ぶんで、二人で教えてもらえません？あ、なるほど。それは面白いですね。そうなんですよ。だから、僕らも仲良くなって、ゴルフが趣味になって、仲良くなれるし、上手くなるし、最終的にはここの紳士のスポーツをやることで、仕事にもつながるかもしれないみたいな。なるほど。ってなったらゴルフしたくなりませんか？あ、それは興味深いですね。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ではこれでメッセージ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。すごーい。緊張しましたね。いや、僕説得されちゃいました。本当ですか？はい。普通にすごいなと思ったんですけど、今もう実際に面接された新田さんのフィードバックと感想の方を伺いたいなと思ってます。はい、新田さん、今面接官だったら合格がしますか？合格ですね。おー 100% 合格です。ありがとうございます。ここはどこら辺のポイントですか？よくこれ営業でも同じことだと思うんですけども、やっぱり営業の場合ってよく言われますのが、自分が言いたいことばっかり言って、でその PR ばっかりして、それで気持ちよくなって、やった気になるって人って多くないですかと。で面接同じで、自分が PR したいこと、覚えてきたことをちょっとその通り言って、あ、言えたと思って満足する人多いと思うんですけど、今回の場合、多分動画見てた方分かると思うんですが、会話になってますね。でどっちかというと、自分からお話をすることよりかは、私から話を聞き出してもらって、新しい情報を得た上で、じゃあ、こういうのどうかという提案をしてくれているというところで、私自身が非常に引き込まれる感じだったというのは、良かったですね。でそれによって、自分自身も、あ、そういう考えが自分にもあったのかなと、気づきがあったりとか、さらには、じゃあ、アクションを起こしていこうという、ね、こうすべきだじゃなくて、こうレッツなんとかみたいな感じでですね、行動を非常にこう、呼び起こされるような感じの内容だったものですから、自分が行動したくなったと。ということで、まず意見が変わったことが大きいかなというのがあると思います。はい、まあ、確かに一方的な話じゃなくて、聞く姿勢から、傾聴から入ってるっていうところがすごいいいなと思います。傾聴と共感ですね。で、はい、こういう気持ちを分かってくれているのだということで、なんか信用が起きるなという気がしたと思います。嬉しい。なんか、金藤さんなんか意識されたことってありますか？まあ、営業、今教える仕事もしてるから、それにのっとったイメージなんですけど、意識してることで言ったら、自分発信にならないっていうところがまずベースです。で、ほとんどの営業マンとかに就活生がしがちなんですけど、最初のところで背景を聞かないっていう。背景を聞いた上で、その人のパーソナリティを知った上で、ニーズが初めて出てくるっていう。はい。ほんだらそこに対して、ゴルフが達成できる付加価値はこれですよねっていうところの共感をまずつける。では、ニーズに付随した共感をまずやると。ほんだら、共感までやったら物も売れないように説得もできないじゃないですか。ほんだら、この共感を叶えるためにどういうアクションしたらいいですかねっていうところまで持っていけたのが、まあ、今回の勝利要因かなと思います、ね。確かに。ということで、今、説得面接を金藤さんにお答えいただいて、新田さんももう絶対合格っていうようなご意見いただいたんですけども、近年の面接で、要素面接という面接もありまして、そちらの方も新田さんに面接お願いできたらなと思ってます。ありがとうございます。僕は3つ考えてまして、要素面接で気をつけてる、意識したポイントとかってありますか？2軸あると思ってて、はい、内容じゃなくて、結構、から、